今日は、私の方からうちの小籔さんについてですね、まず報告をしたいと思います。もうそれぞれレポートしていただいたり、あるいはそれこそ国民的規模でですね、それこそ祝福と、それから、勇気を与えてくれた、あるいは科学技術に対する夢というのを、与えてもらったということで、盛り上がっています。月以外の天体に着陸して、地球に帰還するという、これは世界その会議でありますが、これをこの成果というのを、私たちとしてもしっかり評価していきたい、そして、未来につなげていきたいというふうに思っています。これから先 の、 具体的なスケジュールなんですけども、6月のこれ14日の日にカプセルの本体回収作業が完了しました。で、6月の15日の13時2分と書いてあるんですけども、熱シールド回収作業も完了いたしました。で、6月の17日に回収されたカプセルを乗せた学校州オーストラリアを出発をしまして、17日の深夜に羽田に着くという予定でいます。で、18日の日には相模原の、JAXA の方に到着をしまして、で、そこで、分析というんですか、カプセルの中を点検をしていくという作業になっています。これはこれからの、予定であります。以上、報告をさせていただいて質問に入っていきます。先週末に幹事社をいたしました、東京新聞です。はい、じゃあ幹事から、質問させていただきます。そのハヤブサの後継機の開発予算についてお伺いします。昨日菅首相が必要な手当てをできるように配慮したいというふうに国会で答弁されました。で、所管する、文科省としての今後の対応、方針についてお聞かせください。総理から積極的な、発言がありましたので、また私の河本大臣からですね、そして今回の成果を評価していきたい。で、それを前提にした予算の組み立ての考えていきたいということがありましたけれども、我々もそのように文科省として考えていきたいと思います。ただもう一つ、宇宙全体のですね、開発委員会を中心にした議論もありまして、宇宙ステーション、それからこういう小惑星の探査、あるいは有人飛行、それぞれこうプロジェクトの項目として課題があるんですが、これを最終的にはトータルで、戦略性を持って考えて、でその中で何をまず完成させるか、どのところに見て、優先化をしていくかということを、一度整理をして、考えていく必要があるだというふうに思います。それが宇宙戦略本部のあり方でありますし、組織も含めてですね、そこのところを体系を整えて、で本格的にやっていく。で、今のところ去年の、事業仕分けの議論もありましたけれども、ハヤブサ後継機について、いわゆる基礎的な段階というか、次やるとすればどういう前提で、それに、を組み立てていくかという、その基礎的な段階でのいずれにしても予算付けでありますので、例えばどの惑星がいいのかということから始まってですね、この今回のハヤブサに対してどのようなものを付加していきながら新たな研究会議を組み立てるのか、そういうのが決まってるわけじゃなくて、そういうものを、組み立てるための基礎的な研究をする、そのための
予算ということになっていくというふうに思います。まあ、そういうことを前提に、しっかり考えていきたいというふうに思います。では勝地さん、よろしくお願いします。今のですね、件なんですけれども、そうしますと、その、まあ、ISS の、ね、利用計画についてもですね、まあ、明日ですか、中間のまとめがありますし、予算が絡みますので、どうしても時期的にですね、7月いっぱいのことになるんでしょうけども、という大体方向性ということで考えてほしいんでしょうか。うん、ただ、まあ、先申し上げたように、それぞれをそのやるやらないという前、あるいはやるとしたらどういう体系に、まとめていくのかということに対しての、それぞれ基礎的な、こういう宇宙開発委員会の見解なり、あるいはそれに対するその資料というか、研究コミュニティの考え方なりというのをまとめることをまずしなきゃいけないと思います。で、それをそれぞれが宇宙ステーション、それから先ほどの話で月探査もありますし、有人飛行もありますし、それぞれが基礎的なものをまとめて、でまとめた上で、じゃあその実現するためにはこれでいくよという、その集中的な投資というのがそこから始まっていくんだと思います。今これそれぞれ、そのさっきの宇宙ステーションも含めて、今の段階というのはそれぞれの分野でやるとすれば、どういう前提の組み立てがあるかということをまず出してもらうという段階になりますので、まあ、今回、来年度に向けての予算というのはそういうものになっているというふうに。そうすると重ねてちょっとしつこいようですけども、来月いっぱいまでにはそれを決めなきゃいけないですね。そういう予算もありますから、その辺の。具体的な予算の中で、ね、はい、それを総合的に、見ていきたいというふうに思います。いや、どれにするかということを決めるんじゃなくて、あとその基礎的なそうした、組み立てをどの分野で まだもっとやるとすればやらなきゃいけないか、まあ、そういうことになると思いますかね。はい、世界遺産の関係なんですけれども、果実、サドと、あと、モズル・フルーツという、民族系の国の公民、2つが世界遺産で、国連暫定リストに追加されました。うん、これは、もともと追加の方向を文化庁は示していたわけなんですが、課題があるということで、まあ、正式な通過に移ってきて、当初はサドについては、石見銀山との合体を考えていたわけですけど、それをやめて、その単独でリスト入りしたと。で、古市の方はその古墳のその立ち入りの問題等があるということで、そこも一応課題だったということなんですが、どちらもですね、まあ、本当にこれで良かったのか、今後これでうまくいくのかっていう点をふだんのご見解を伺いたいんですけども、つまり佐渡については石見とセットでないと、鉱山遺跡そんなボコ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 世界遺産認められるわけないやろうという話があったわけで、果たして単独でですね、本当に佐渡で認められるのか、そしてそもそも佐渡でなんで合体というようなことを考えてですね、非常になんか政策として方針がこう揺れたことが問題がなかったのかどうかと伺いたいですけど、まあ暫定リストですから、一旦リストに載せて、でそれで全て終わったわけではなくて、まあ、その上で、さらにその本格的な形で指定されるための努力をしていかなきゃいけないということなんで、まあ、そこのところはもっともっと強力にですね、周辺固めてもらうということを期待しています。で、いずれにしてもここまで頑張ってもらったんで、一つキストに乗せて、でその舞台でこれからさらに議論を深めようという、まあ、そういう段階だと思います。古市の方はその立ち入りをですね、専門委員のそのイコモスの審査の人の立ち入りをなしにして、現地調整の中は入らずにあくまでも見てもらうと、
ということだというんですけど、そんな特例扱いでずっとやっていくのかどうかっていう。そうですね、うん、そこもしっかり考えていきたいと思うんだけども、ただ私が報告を受けているのは、こうしたいわゆる宗教的な背景とか、まあ、日本とは宮内庁ですが、そういう根幹に関わるような背景がある場合には、イコモスの方もですね、同じような形で立ち入りを前提としない対応をしてきている、まあ、世界遺産というのがあると、まあ、それがあっても当然なんだというような考え方もあるようなのですから、その辺も確認しながらですね、文化遺産としてそのちゃんと広く活用というか普及させていくためにも、本来はそうやって中をちゃんと立ち入れる、こう文化庁としては、文化省文化庁としてはそういうことで、そうですね、うん、私たちの立場ですよね、そのように、配慮してほしいということと同時に、宮内庁と一緒に、それを、まあ、やっていくというか、宮内庁自身も、そういった意味では学術的な体系とも持っているわけですから、まあ、それを活用するという手もあるだろうと思います。我々が直接やらずとも、その宮内庁が、できる範囲でやって、それを我々に説明をしてもらうという手もあるだろうと思います。まあ、そんなことも、含めて、ある議論を続くと思います。早くさん、次に戻ってしまうんですが、はい、その必要な手当できるように配慮したり、必要な手当 の、 なんかその額の目処みたいな、イメージみたいなものってお持ちですか？まだありません。まあ、いずれにしてもこの成功して、で国民的な期待というか、次の政府に向けてのですね、まあ、期待というのが高まっているということを踏まえての予算になっていると思います。頑張って。